先の方が大変なんだから俺は笑って待ってないとって思っていうのを聞いて、なんかもうめちゃめちゃグッときちゃって、僕はなんかあとはやっぱあと劇中劇で、なんだろううまくいかないところから途中微妙な段階があって最終的にうまくいくっていう3段階ぐらいの劇中劇のキャラクターを作り上げてる、あげるっていうのもちょっと自分の中では難易度が結構苦労したところではありますね。これこそ僕たちは声優っていう役者をやっているからこそ、すごく我々で共感できるところストーリー上いっぱいあって、自分とかけ離れている役をいただいたときにどうやってそれをこう体現していくかみたいな、そういうもののこうなんだろうすり寄り方みたいな部分がリュウ君説明するじゃないですか。ある種こうロジックで寄せていくタイプとキャラが寄っていくパターンと憑依型とみたいな、なんで俺こんな真面目な話をキャラでできるんだろうと思いながらそうそうそうやってて、で本当多分司くんのこう悩みとかもすごい共感できて、海の悩みというそういうのがすごくこう感じれる、で応援したくなるエピソードだったかなって。そうね、あともう一個、あの公演後、公演終了後にあのサキちゃんたちを待ってるというか描写があって、そこであの感激後のおばあさんが、あの司くんに声をかけてくれて、あなた本当にとっても素敵だったわよって言ってくれて、あのね、多分僕らお仕事してる上で直接声をかけてもらえることなんてそうそうないじゃないですか。でそこをあの直接ファンの方というか感激した方からのあったかい言葉を直に浴びられて、でそれがすごくまっすぐな言葉だったから、なんか司くんを通してではあるんだけどめちゃめちゃ刺さっちゃって、救われるよねああいう一言ってね、よかったなって言われたら、いやだから本当に素敵だなと思ってて、ちょっとそんな書き下ろしていただいた曲をみんなで聞いてもよろしいか、はい、マジこれもうワンフレーズ目から司の歌い方違うんだよね。お前なんそんなかっこよく歌っとんとか思いながら、いやいいと思って、高いんですよね。ではマラシーさんと堀江翔太さん作88です。いやいいね、このフレーズ好きなね、なんかエフちゃんもそうだけど僕のエンテル司くんもそうだし、どっちともなんかバラード系がバナーで来ると思わないキャラクターにバナーが、あのバナー曲が書き下ろされるっていうのはすごく来るものがあったな、やっぱこういうところもあるよっていうのを曲で表してくれるっていうのがいいですね。いや本当だよ、夢も希望も欲張っちゃえばいいんだよ、なんか静かになっちゃう、もう染みすぎて言葉を失ってしまった88個にいろんな意味が込められてますからね。確かにね、パチパチなのか無限大っていう意味なのか、試験版の数とかね、これを司以外が歌ってんのがいいここの紙しろどういうたらここのつかさよ、笑ってくれた、カイト兄さんイケメンすぎんか、いや本当に ね、 かね、カイトファンとしてもね、いや本当にゴリゴリのオタクとしてはまた絵のタッチが柔らかいよね、いや本当そう、いいよね、駆け上がれって言葉もいいよね、ずっと進んでんだよな、あー行かないでいやなんか本当に私の本当に個人的な気持ちなんですけれど、うちはもうずっと前からその司のそのお兄ちゃんとしての司もすごく好きで、でなんかなんだろうな、この今回のイベントってさ、結構その学校だったりワンダ署内では見られないような司のその優しい表情っていうものがすごいなんか深
深掘りというか見えたイベントだとも思ってて、この歌もそうだけど、なんか司が持ってるその本質的な柔らかい部分っていうのがまたよりイベントとともに曲とともにまた知れたっていうのが個人的に嬉しくて、なんかねこんなお兄ちゃんだったらさきもすごく嬉しいだろうし、今までね多分お互いが先の希望も司だし、司の希望も先だしっていうのがなんかすごい伝わった、うん、心が大変温まるお話いやでも本当そう、 M もネネも結構それこそ歌詞にもあったけどさ、うん、胸を張りすぎていたところがその逆にね、司は他のキャラクターは逆にグッてこうさ、うんうん、胸を張れなかったところがあるけど、司の場合はもう張らざるを得ないという、ずっとそうやって生きていたからこそ、うん、多分ちょっと気の抜き方が分からなかったんだろうなっていう部分が、そうね、そういうとこもあるだろうね、うん、ここでちょっとずつちょっとずつこうある種のそれが緩急となって出てきた感じがすごい俺は好きだったなと、うん、そうね、うん、確かになんかなんだろうな、多分自覚がないっていうところもあるんだろうな、いろんなことを背負ってるっていうことに対しても、気づいたら多分ずっと前にいてずっとみんなを引っ張っていく形になってるっていうところもあるんだろうし、いつかそこがなんかなんだろう、もっとみんなの手によってねきっとぐっと和らぐっていうところがここできてね、ある種もう司さん生き様だもんね、あの生き方。そうね、そうよ、うんうん、私なんかちょっとまた変わるんだけど、うん、あの悩みすぎちゃってどうしていいか分からなかった時に東薬に相談したのよ、うんうん、司君が。でじゃあ共通点じゃないところを探しましょうよって、交わってないところを見つけましょうって言ったら50個以上見つけた、うん、めちゃめちゃ相当だったねあれね相当似てなかったんだなでも年下にさ、うん、自分がちょっと今行き詰まってるって相談する、うん、言えないですね、言えないよね、うん、それがまたやっぱ自分がいいものを作り上げるためにって、うん、その個人的にはルイ君もルイ君で、うんうん、その本当に彼にこのメンバーで一番いいものを作るために、うん、いい話は似合う役を振っていたことをここで、いやもうちょっと彼の成長のために、うん、あのもっとこう背伸びした役も、うん、今までもちょっとずつちょっとずつ振っとくべきだったなって一瞬ちょっと後悔をしてるっていうところが、うん、でそれでそのねねちゃんが、あ、るいくんがそういうことを言うのって今までなかったなっていうことを言ってたりとか、うん、そういうなんかそれぞれのメンバーたちの成長も見られていたっていうのがなんか司のことを信じて待ってる3人がめちゃめちゃ好きだったそうそう、あいつならきっとやるさみたいな、うん、本番までにね、うんうん、ドキドキしながらもね、でもやっぱりそこで答えてくれるのが司じゃしさ、うん、逆にこそうちらはその光のおかげでいつも引っ張ってもらっとるし、これ俺たちライブの時歌ったら泣くだろうな、いや泣きそう、泣かないように気をつけないといけない、後ろ向いて歌います、やだねつまらないね誰抜いても横とか後ろ向いて後ろに88って書いてある説明だけははい、ありがとうございました。